アロハ、ハワイハワイツアーのタッキーです。本日はカエルアにあるジャジャンミューズカエルアさんに来てます。でどうしてここに来たかというと、ジャバーン、実はこんにちは、今ハワイ大学のハワイ大学の KCC に通われている南さん、はい、南ですが、ここのお店がおすすめということで、はい、来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速中に入っていきましょうか。はい、じゃあこちらです。あ、ここがミューズカエルアさんなんですね。あ、看板がすごい。どうして南さん、このカエルアのミューズカエルアさんがお好きなんですか？ミューズカエルアにはハワイを感じられる雑貨がまずすごいたくさんあります。小さいものから食器とかまでお家の中をハワイらしく変えられるものがすごい揃ってるので、まず大好きです。あとはローカル、ハワイのローカルのアーティストさんの商品とかも置いてるので、今までこっち来るまで全然ローカルアーティストのこととか知らなかったんですけど、このお店にある商品を通してアーティストさんのこと知ったりすることができたので、すごいお気に入りのお店です。わかりました。で、そんな南さんが特におすすめするあの商品だったり、はい、このローカルアーティストさんの、ものだったり一緒に紹介してもらえませんか？はい、雑貨、これとかすごい可愛くて、持ってるだけで可愛いんですけど、ライトなんですよ。それは何なんですか？ライトです。ライト？つかない。あ、つかない。なんだ。かわいい。あ、かわいいです。なんかハワイにいる感じがしますけど。そうです。で、これすごいお得で、お値段も10ドルなんですけど。あ、たったの10ドルで買えるんですか？可愛いんです。お家だけでも可愛いし。あ、じゃあこれなんかベッドの上だったりとか。あとは机の上だったりとか、ベッドサイドとかに置いとくだけですごい可愛くて、で電気がついてなくてもそれだけでもすごく可愛いので、あ、すごいいいですね。おすすめですね。あとライトだと可愛い感じで、はい、可愛いです。可愛らしい雑貨です。あー、すごい。これはおいくらで買えるんですか？12ドルです。あ、12ドル。安い、お得ですね。めちゃくちゃお得です、お手頃に。じゃあ南さんもそれ買って部屋に置いてあるんですか？私これずっと欲しいなと思ってて、まだ買ってない。あ、じゃあ今日買えるチャンスですね。買っていくチャンスだと思います。あ、いいですね。すごい可愛い。あ、何ですかそれ？ガーランド、壁掛け。あ、壁掛け、部屋に掛けるやつなんですね。めっちゃすごい。種類もすごいたくさんあって、ハワイっぽい。アロハって書いてあるのとか。めっちゃかわいい。あ、アロハって書いてありますね。わー、ハワイの気分をめっちゃ味わえる。かわいいですよね。かわいい。イルカと、あ、魚。あ、魚を食べると、懐かしいですかね。あ、見たことありますか？あります。小学生ぐらいだったか。小学生。南さんの年齢はバレちゃいますね。こっちが18ドル。あ、18ドル。リーズナブルですね。これがさっきあれだと、さっきおっしゃってた、私持ってるカメコちゃん、カメコさんなんですね。ゆかりと申します。ゆかり様。そうだ、いいです、ゆかり。こんにちは。こんにちは。こんにちは。まあ、ハワイを感じてもらえるように毎日サンライズとサンセットのインスタライブをやっているので、もしよろしければ見てください。音楽を流してるんですか？歌を流してるんですか？ライブっていうのはほら、インスタのライブです。あ、それで、はい、あ、で、あの太陽をってことですか？はい、日太陽ってます。あ、じゃあ皆さん、あのさっきのリンクを貼っておきますので、
皆さん見に来てください。はい、もう毎朝毎晩っていうの一応ね、なるべくね、なるべくやってますので、はい、よかったらぜひ見てください。南さんもね、YouTuber さんなんですよね。はい、まだ数ヶ月ですけど始めたばっかなので、ね、どんな YouTube をされてるんですか？最初はウクレレのことをやってたんですけど、ウクレレ練習日記みたいなのをやろうとかなと思ったんですけど、今はちょっとハワイのこととかも投稿してるので、よかったら見に来てください。結構カフェとかレストランとかそういうのをよく載せてます。次はジュエリーを紹介してくれということで、どんなおすすめがありますか？ミューズに置いてあるジュエリーも本当に可愛いんですけど、はい、全部可愛いんですけど、今ここにあるのがマウイのアーティストの方のジュエリー、マウイマリのジュエリーだって。へえ、マウイの。全部ハンドメイドで作られてて。へえ。ここは、ハートはどこにつけるんですか？ハート？あ、これはあれオブジェです。あ、オブジェ、ごめんなさい。間違えてしまった。ごめんなさい。ピアスとか。あ、ピアス。あとこれマスクチェーンが最近新しくなって。マスクチェーンって何なんですか？マスクにつけるチェーンです。マスクにつけるチェーンってどういうこと？ここに今ゆかりさんつけてる。あ、こんな感じで。すごい、めちゃくちゃすごい。この間友達と一緒に買いに来ました。じゃあ南さんも使ってるんですね。私もともと違うの使っちゃってて。ああ、本当だ。そう、でもすっごい可愛い。ああ、そっか。サングラスもつけるんです。あ、サングラスも。ここ。メガネつける。ああ、メガネも、じゃあ。楽ですね。で、この黒いの取るとマスクがつけられる。わあ、便利ですね。これちょっと今でも日本からオンラインでオーダーしたいって人いるんじゃないですか？そうですね、結構あ、オンラインでいらっしゃるんですね。それはおいくら万円なんですか？違うデザインを持ってるんですけど、すごい可愛い。あ、いいですね、リングね。あ、めっちゃ、あ、かわいいですね、これ。ね、ちょっと素敵な方がいらっしゃったらプレゼントされたら嬉しいんじゃないですか？嬉しい。あ、この前たまたま友達とお話ししてたら、女の人は好きな人からじゃないとそういう答えのものとかは答えつけないって。あ、アクセサリーとか、あのね、ネックレスとか好きな人のプレゼントだったらつけるけど、全然友達とかだとつけませんよって言ってたんですけど、どうですか？私もらったことないか分からない。友達から。あ、そうですか。あ、逆に。あ、そういうもんですか。男友達からってこと？そうです、そうです、そうです。そんなことあるんですかね。私はガンガンプレゼントする人だから。で、素敵ですか？この上の段が、はい、オアフのアーティストの方、これも全部ハンドメイドで。あー、なるほど。あ、かわいいですね、これ一つ一つがなんか手作りですかね。そうです、そうです。へえ。これがネックレス。あ、ネックレスで、へえ、すごい。あ、これもハワイで採れた石か何かで。ハワイの、ハワイじゃないですね。でも、あの原石ですね。200枚の石を使って作ってらっしゃるって感じですね。200枚。あ、磨く前の原石。あ、すごい。ピカピカになるんですけど。へえ。ローストーンって言って。ああ、なるほど。かわいい。かわいいね、そのね、原石ですね。私もアイドルとかだと、あのアイドルじゃなくてアイドルの原石の方が好きですから。同じ、欲しくなるかもしれない。あ、$42、お安い。で、もう高いドルね、100ドル、200ドル、ネックレスも40ドルとかで、
めっちゃ安い。あ、すごい綺麗。なんか本物ダイヤモンドとかあれですね、クリスタルみたいな感じですけど。シーグラス、うん、シーグラスと、トパーズです。はい、はい、クリアの石です。トパーズです。タパーズって言うんですか。タパーズ、タパーズって言うんですね。へぇ、はい、シーグラスは本当に自然の海でこう飲まれたやつなので、はい、なんか人工的に作ったシーグラスだと結構こう角張ってたりとかするんですけど、本当にもうなんていうのかな、自然の中で揉まれたシーグラスですね。だからちょっと柔らかさがあってすごく温かみのあるシーグラスです。すごい、あー、かわいくて、あ、ね、みなみさん似合いますね。本当ですか。はい、ね、彼さんプレゼントされたらもうずっと欲しくてね、誕生日こそ買いたいなって思って。あー、じゃあこれ、このね、あの YouTube 見てくれてる多分視聴者の方が誰かプレゼントしてくれる、はい、かもしれないですね。ぜひちなみにこれはおいくらで買えるんですか。これが185ドル。10金ベースで、ズームですね、10金ベース、はい、と、あと、ボードにリップをしてこう作ってるんですよ。ホッピーヒー会って何ですか。ホッピーヒーの会です。ハワイで、はい、これじゃあレアでなかなか取れないんですか。レアというか、まあ、彼女は本当にダイバーなんで取ってみたいな。ああ、はい、180ドル。やっぱりね、なかなか取りにくい場所だとね、うん、ね、命がけで取る場所でもあるかもしれないから、あそこ行き過ぎですか。おすすめは何ですか。次のおすすめはこちらです。じゃーん、じゃーん、アロハのチトチャット。ミューズカイルの店長さんのおすすめの商品を聞いてみようと思います。これリングホルダーなんですけど、こういう感じの、はい、カワイハワイツアーでは Facebook、Instagram、Twitter、アメブロをやっていますのでフォローをお願いいたします。詳細は下記のリンクから飛んでください。以上、カワイハワイツアーでした。